優勝おめでとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ここまでかなりリズムよく来ているように見えるんですけども、船足いかがですか。まあ、バランス取れてる感じですかね、うん、はい、じゃあここがいいとかここが良くないっていうのはない。あ、そうですね、はい。直線系はいかがですか。どうですかね、まあ、人並みぐらいですかね。あ、乗り心地関係は、まあ、乗れてる方だと思います。そうですか、はい。飯島選手、ちょっと今一本持ちという立場でスタートの勘というかスタートについてはどうですか、ここまで。あ、まあ、なんとなく勘通りにはいけてます、はい、全速で質のいいスタートはいけてますか。うん、どうです、まあ、ちょっと様子見てって感じですかね、はい、はい。今日の最終日は乗りましたか。あ、一応朝乗りました、はいはい、感じとしてはここまでとあまり変わらず、まあ、そんな、ね、条件も変わってないんで、うん、はい。じゃあこのあたり今回は作業としてはどうなったり、プロペラですか、やってきたのは。プロペラで、そうですね、初日と2日目ぐらいですかね、はいはい。じゃあもう今日もこの後もほとんど触らず、まあ、一応見てみてですね、はい、分かりました。地元の優勝予選1号艇です、どのぐらいのスタート目標に行きましょう。まあ10ぐらいですかね、はい、はい、分かりました。では最後にファンの皆さんに意気込みを一言お願いいたします。はい、頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、1号艇飯島明宏選手でした。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ここまで山崎選手のモーターの出来、自己分析するといかがですか。まあ、まずまずかなっていう感じです。そうですか、はい。特にこの特徴、ここがいいよというところを探すとどうですか。まあ、全体的にバランスは取れてる気はします。乗り心地関係も悪くない、はい、乗り心地は求めてないので、はい、あ、そうですか。スタートの感じとしてはここまでどうですか。勘とはずれてますということは、あまりちょっと全速では今一ついけてない。いや、全速でいけてるのもあるんですけど、はいはい、あの勘とは誤差があります。わかりました。山崎選手、戸田水面イメージどうですか。うん、もうほとんど走らないんでイメージが全くないです。そうです、はい、はい。結構ちょっと狭いなとか乗りにくいな、水面がこう乗りづらさがあるってよくね聞くんですけども、そのあたりは特に感じない。うん、気にしないようにしてます。わかりました、はい。優勝戦スタートはどのぐらい目標に行きますか。分かる範囲で頑張ろうと思います。わかりました。では最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、頑張ります。ご声援よろしくお願いします。はい、2号艇山崎軍選手でした。ありがとうございました。テイストおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、ここまで田中選手、特に昨日が連勝ということでしたが、船足いかがですか。船足、まあまあいいと思います。はい、特にいいところを挙げると。なんかバランス取れてちょっとずついいかなって思ってます。はい。スリット近辺の足も悪くない。悪くないです。スタートについてなんですけども、イメージ通りいけてますか。いけてます。はい。全速で。まあ、たまには掘ってますけど、はい、はい。田中選手にとって戸田水面どんな印象ですか。まあ、あの3回に1回ぐらいは乗りにくいって感じですね。そうです、はい、はい。やっぱり調整も大事だと思うんですけども、今日の最終日についてその辺も調整はプロペラですか。まあ、昨日のまま行こうと思います、はい。あの日によって多少気温とか 湿度とか変わると思うんですけど、モーターの変化は特になし。はい、ないです。わかりました。では最後にファンの皆さんに優勝戦に向けての意気込み一言お願いいたします。はい、優勝できるように頑張ります。応援の方お願いします。はい、3号艇田中和也選手でした。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ここまで振り返ってご自身の出来栄えどうでしょう。まあ、普通ぐらいまでは引き上げられたかなと思いますね。ということはもう結構出発点は ボロでしたね、はい。それは結構パーツもやった。パーツも、うん、大きいの行きましたね、うん、はい。それでもう納得できるというか、なんとかなる。ひどい足ですね、こんなが入ったら。そうですか、はい。特にここが良くないなと思うのはどこですか。あ、もう全部劣勢じゃないですかね、はい。あ、じゃあもう乗り心地関係も含めて。乗り心地自体は悪くないですけどね、うん、足が悪いだけですね。なるほど、はい。まあ、もう時間も限られてるので、あとはプラですか、うん。まあ、整備はしてきましたけど、はい、まあ、たかが知れてますね。なるほど、はい。あとやっぱり浜崎選手といえばスタート、まあ、1本持っている立場ですけども、スタートについてはここまでいかがですか。まあ、初日はちょっと回転が、うん、ひどいぐらい上がっていかなかったんで届かなかったですけど、2日目良くて、昨日はちょっと回転が足りないんで届かない感じでしたかね。なるほど、うん。じゃあその時の状態による、状態回しきれるかどうかによりますね、はい、はい。浜崎選手、地元のブルーのユニフォームはどうですか。4号艇、まあ、あんま気にならないですか。あ、そうですか、
特にこう好きも嫌いもない。好きも嫌いもないですよ。出てればどこでもいいですけどね。なるほど。はい。まあ4号スロートはダッシュだったらまあダッシュ。まあ4ならダッシュですかね。はい、ですね。4コースなら。うん、そうですね。はい、では最後にファンの皆さんに優勝戦の意気込みを一言お願いいたします。まあ、展開つければいいかなって感じです。応援よろしくお願いします。はい、4号手浜崎直也選手でした。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ここまでご自身のモーター振り返っていかがですか。そうですね、上位だと思います。特にこの上位に感じるところはどの辺ですか。いや、全体的にです。まあ、特技というと伸びですね。はい、なるほど。周り足関係どうでしょう。いや、悪くないです。乗り心地も悪くない。いや、乗り心地も良かったり悪かったりなんで、はいはい、このショートシリーズでしたけど、日ごとにこの気温ですとか気圧とかその辺でこうモーターの変化というのは。そうですね、回転区域だけがちょっと変わってきたのと、まあ、そこにペラーを合わせていってるだけですね。はい、じゃあ基本的に今回はもう微調整でここまで来たという感じですか。はい、わかりました。白鳥選手、戸田で大きなレースの優勝もありますが、水面のイメージは。いや、すごくいいです。はい、そうですか。スタートのここまで見え方なんですけども、どうですか。そうですね、自分なりにはまあこの辺りかなと、はいはい、ということはこの辺りだなと思うところでいけているという感じですね。そうですね、はい、あとコースは5号手ですけど、はい、どうしましょう。まあ、5コースからできれば、はい、行きたいなと思います。わかりました。では最後に優勝戦の意気込み一言お願いいたします。頑張ります。はい、頑張ってください。5号手白渦勝也選手でした。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ここまで船足振り返ってオール船券絡みですけども、いかがですか。そうですね、序盤からまずまずの仕上がりだと思ってます。はい、特にこのいいな、長所を挙げるとレース足がいいですかね。はい、うん、競った一瞬の足とかじゃあ結構いい感じですか。そうですね、うん、はい、スリット関係の直線の足とかどうですか。直線は普通ですかね。うん、はい、あとスタートの見え方なんですけども、多少タイミングを見るとばらつきがあるかなという感じがするんですが。そうですね、今日今節はスタートがいけてないと思います。はい、戸田水面のイメージって渡辺選手にとってはあんまり好きじゃないんですけど。あ、そうなんですか。はい、なぜか成績がいいっていうわけのわからん状況です。いやいや、でも、はい、やっぱり成績が良いということは結果的には相性がいい。そうですね、相性はいいと思います。ですよね、はいはい、さあコース6号艇ですけども、特に動きはしないですね。はい、はい、優勝戦スタートはどのぐらい目標に行きますか。まあ、全速10いけたらいいかなと思ってますけど。分かりました。では最後にファンの皆さんに優勝戦の意気込み一言お願いいたします。6枠ですけど一生懸命頑張りますんでよろしくお願いします。頑張ってください。渡辺選手でした。